愛子内親王は、日本の皇族。ご称号は、年の宮、お印は御用つつじ、御用筒子。御来は内親王。継承は殿下。徳人の第一皇女子。母は、政子。秋人と道子の皇孫にあたる。21世紀に誕生した初の皇族であり、2020年4月1日現在、18名の皇室構成員のうち最年少の女性皇族で、 内廷皇族である。住居は、東京都港区元赤坂二丁目の赤坂、御用地内にある、赤坂御所。父の天皇徳人と母の皇后宮菱を印に、選ばれた、御用地知事2013年十一月、祖父、天皇、秋人や皇族らと。二千十九年、両親と共に二千一年十二月一日十四時四十三分、皇太子、鳴人親王と。 皇太子妃、政子の間に第一子、第一皇女子として、東京都千代田区の宮内庁病院で出生。誕生時の身長は49.6センチメートル、体重は3102グラム。同日、祖父である、第125代天皇秋人から、守り刀と袴が贈られる、玉物剣の儀が行われた。刀身は、約25センチで、全長約40センチ。また、 内閣総理大臣、小泉純一郎が、内親王殿下のご誕生を迎えての内閣、総理大臣金和を発表した。同年12月7日、翌朝の儀、命名の儀、憲所高齢伝神殿に誕生命名報告の儀が行われ、天皇から愛子と命名され、年の宮のご称号を受けた。などご称号の由来はによる、皇太子、同妃、そして学者が相談して内定し、 祖父の天皇も両親である皇太子、同妃の意向を尊重して命名した。浴朝の儀に伴って行われる読書名言の儀式では、元学習院大学長、小玉光太により、日本初期から8人10代存在した、女性天皇のうち最初の女帝にあたる水古天皇に、関する部分が読まれている。お印の御用筒字は、ナスの妖帝でも5月に咲く花で、 両親のこの純白の花のような純真な心を持った子供に育ってほしいという願いを込めた。平成の皇太子夫妻の待望の第一子誕生に対して国民の祝賀の基調は、区内庁関連で12万人、全国の自治体で65万人、合計77万人に達した。12月2日夕、皇居前広場で新宮様のご誕生を、 お祝いする国民の集いが開かれ、報酬国会議員連盟会長の麻生太郎をはじめ、政治家や竹下恵子、西田光などの芸能人、毛利守、長島茂雄などの著名人が祝辞を述べ、幼児には、両親から、愛ちゃんと呼ばれた。2005年春から週2回、東京都渋谷区の子供の城に通い、音楽遊びなどを通じて、集団生活に親しんだ。 2006年4月11日、学習院幼稚園に入園。同年8月、皇太子、同妃である両親のオランダ旅行、滞在に同行して、初めて海外訪問した。同年11月11日に、内儀と袴をつけ、着工の儀を行った。この時つけた、農職の袴は、誕生の時に贈られたものである。この頃には自転車の練習なども始めている。 2008年3月に学習院に幼稚園を卒園し、同年4月に学習院初等科に入学。2009年の初等科2年生時には漢字の書き取りや習字を行う姿が報道された。2010年2月下旬から風邪を患うなど体調不良が原因となり欠席しがちだったが、同年3月5日になって野村一世が3月上旬に発生した初等科での児童同士のトラブルから、 体調不良となり、学校を欠席したと発表した後、同日に、また学校法人学習院側も、記者会見を開き同様の発表がなされ、大きな波紋を呼んだ。2011年秋より、初等科への通学は平常な状態に戻った。2012年には学習院初等科5年生となり、還元学部、バスケットボール部などの部活動での練習にも励み、 学習委員女子大学で開催された英会話セミナーにも通い出したと報道された。2014年3月に学習委員初等科を卒業し、同年4月に学習委員女子中等科に入学。同年7月15日に自身の祖,祖父母にあたる昭和天皇、皇順皇后の武蔵野寮を初めて参拝し、また7月30日に伊勢神宮を初めて参拝した。同年8月3日、 全国高等学校総合体育大会を両親との一家で訪れ、女子サッカーと男子バレーボールの試合を観戦した。同年12月1日、13歳の誕生日を迎え、皇居内の御所に居住する祖父母の天皇秋人と皇后美智子を初めて一人で挨拶のため訪問した。春からはテニスとソフトボールを始めている。授業の科目数も増え、 学業にスポーツにと忙しい日々を過ごす。二千十五年戦後七十年の節目の夏には、初めて第二次世界大戦の企画展示に足を運び、見学したほか、戦争体験者からも直接話を聞いた。二千十六年八月、学習院女子中等科第三学年在学中の夏休みに、両親の皇太子なる人心の同妃、子の地方公務に、初めて同行し、 長野県上高地を訪れた。同年9月26日から胃腸が弱りふらつきなどの症状のため学校を欠席したが、休養に努め11月に学校に復帰した。2017年3月、学習院女子中等科を卒業し、発表された卒業文集の作文、世界の平和を願ってでは、平和は人任せにするのではなく、 一人一人の思いや責任ある行動で築き上げていくものだからなどと修学旅行で広島を訪れ原爆の悲劇を見て感じた平和を築いてゆく願いを綴り多くの国民の感動を呼んだ。同年4月学習委員女子高等科に入学。2018年7月22日から8月9日までイギリスに短期留学した。首都ロンドン郊外のイートン校で 英語教育、さらに、ポーツマスやオックスフォードで、英国の文化を体験した。2019年5月1日、天皇の大位等に関する皇室典範と暮法の、施行4月30日に、祖父の天皇はき人が大使上皇となり、祖母の皇后道子は上皇后となる。により父の皇太子、成る人王皇が、第126代天皇に即位。 母の皇太子妃政子も立皇子皇后となる。これに伴い、内親王は第一皇女子として天皇皇后を両親に持つ唯一の人物となった。2020年3月に学習院上子高等科を卒業。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、両親である天皇特人と皇后政子は卒業式への出席を控えた。同年4月より、 父の母校でもある学習院大学文学部日本、語日本文学科に入学。21世紀を迎え、待望久しかった皇太子夫妻の第一子であったことから、誕生と同時に注目を集めた。出産翌日には、皇居前広場で、祝賀の国民の集いが行われ、約2万5千人もの市民が集った。皇居に貴重書が設置され、また赤坂では、 提灯行列が行われた。出産翌日に対面した父、皇太子は非常に元気そうですねという感想を述べた。しかし、その後、マスメディアに露出することを控えたため、発達の遅れがあるのではないか、等と,といった噂、憶測が2004年頃に海外メディアを中心に流れ、一部の国内週刊誌にも取り上げられた。この状況を受け、 同年6月の定例会見にて、林田秀樹東宮大部は、直ちに、事実無根で、不本意と否定。宮内庁は、同年9月にスナップ写真や父の皇太子、なる人親王が、東宮御所内で撮影したビデオ映像を公開し、事態の収束に努めた。ビデオ映像の中には、父親の皇太子を、パパと呼びながら、絵本を読む姿などが映されていた。 学習院幼稚園に入園してからは、運動会の大玉転がし、オール学習院の集いでの合唱の様子などが、テレビ報道で公開されている。その後は、こうしたメディアの定期的な取材を受けることにより、年のみや愛子内親能が、心身とも健康であることが浸透した。2013年においては、学習院初等科での成績は、学年でのトップクラスと伝えられている。 1965年の秋篠宮文人新王誕生以降長期にわたり、皇室に男子が誕生しなかったため、皇統に属する男系男子にのみ皇位継承権を認める現行の皇室天換見直しの機運が高まり、皇太子、なる人新王に第一子として女子が誕生したことも、またこれを後押しした。そのため、2005年から2006年にかけて、 当時の小泉純一郎首相の指摘諮問機関として、皇室転半に関する有識者会議において、都市宮愛子内新郎の即位を念頭に置いた、女性天皇、女系天皇の可能性が検討された。その後、2006年9月6日、秋篠宮妃が皇室で41年ぶりの男子、久人新郎を出産したことで、皇室転半見直しの動きは止まった。 プリンセス愛子誕生後、以下の3種類のバラが、愛子内神王にちなんで名付けられた。また、コの、ベメリクロンのシンビジウム、シンビジウム愛子さ様も同様に名付けられた花である。自身が誕生した頃から、自宅の東宮御所で飼われている犬や猫を、可愛がっている。誕生日会見などでも一緒に写ることがある。迷い犬や、猫。 動物病院で保護された犬や猫を譲り受けている。ピッピとマリー愛子内親王の誕生前より、両親の皇太子夫妻が飼育していた犬。赤坂御用地に迷い込んだメス犬が産んだ10匹の子犬のうちの2匹。2009年に2匹とも老衰で他界した。ユリ2009年4月から飼育している芝犬のミックス。マリに似た名前をつけた。 写真撮影で一緒に写るときにしているバンダナは、愛子内親王の手作り。生意先でも行動を共にすることがある。人間と、未2010年春、学習院初等科3年時に、赤坂御用地に紛れ込んだ母猫の、人間は、2016年5月に病気で生去するまで、飼っていたメス猫である。人間は紛れ込んだ後すぐに4匹の子猫を産み、そのうち1匹を引き取って、 ミーと名付けて飼育している。セブン2016年より飼育している猫。7月生まれ。キジトラシロミックス、クラシックタビー。父、徳人は、自身の一人娘を誕生後の会見から一貫して、愛子と呼んでいる。2003年時点では、皇太子は愛子、記者は、年の宮様としている。祖父母の秋人、美智子は、年の宮としていたが、2006年以降は、 同様に、愛子と呼んでいる。マスメディアの皇室報道においても、当初は御称号から、年宮様の故障が用いられていたが、後に、愛子様へ転じ、愛子様という故障が、国民の間にも広く定着している。愛子内親王の学習院での学校生活においては、年宮愛子の名が用いられているという。区内庁のウェブサイトでの故障は、年宮殿下ないし、 愛子内心のお殿下となっている。徳人、大和田氏、及び江頭も参照。ありがとうございます。